キュビエ島の位置は、ニュージーランドの北島の北東、キュビエ島とは、ニュージーランド北島の北東沖の太平洋にある島。キュビエ島は、波36度26分、統計175度46分に位置している。この場所は、グレートバリア島の南東、約 23km、グレートマーキュリー島の北約 15km、北島北東部のコロマンデル半島から約30、 キロメートルに位置し、ニュージーランドに属している。キュビエ島の大きさは、長さ約2.5キロメートル、幅約1.4キロメートル、面積に平方キロメートル弱である。キュビエ島には起伏があり、キュビエ島灯台が立地している場所の標高は119メートルである。国際自然保護連合が気球種としている、薄姫白原水なぎ鳥が、少数ながら、 繁殖地として利用している島であり、例えば2012年には14津街の薄姫白原水なぎ鳥がキュビエ島で繁殖を行った。ニュージーランドはキュビエ島の全島を自然保護地域としているほか、人間が動物を持ち込む以前の生態系の復元も試みている。1899年にはキュビエ島灯台が建設され、灯台守が島に常駐していたものの、 1982年に、灯台を完全に自動化する改良が行われたため、灯台市も島から退去した。薄姫白原水なぎ鳥は、その繁殖地が狭い範囲に限られていることで、知られている。プテロドロマピークロフティー、ハットキュビエアイランドレストレーション、ハットキュビエアイランドライトハウス。ありがとうございます。